Let me have a description of him. Is he black, white, Hispanic, and what is he wearing? He's black, short, skinny, like spiky hair, and he's got golden teeth all across his... Bro, what's going on? All right. こんにちは、密着記録へようこそ。2022年5月18日、ジョージア州アトランタの警察に通報があり、レストランの支配人からある黒人男性が銃を所持し、食事中に非常に異常な行動をとり、またスタッフに暴言を吐いていると報告された。こちら、腰に銃を差し込んでいたのは22歳のナイジル・カリンズで、このレストランの元従業員であり、精神障害を持っていた。彼はまずサラダをバーカウンターに置き、その後強引にカウンター内に入り込み、酒のボトルを持ち去った上、支払いも拒否した。武器を所持していたため、店員は口論を避け警察に通報した。当時の録音を聞いてみよう。Atlanta 911, operator 3469, what's the rest of your emergency? We have a guy in here with a gun and he's acting very, very weird. Okay, did he point the gun at you? No, he just has the gun on his belt and he's yelling at employees in the building. He wants to drink alcohol from the bar. Okay, hold on. Is he a guest and he just refused to leave? No, he walked in. He didn't want to sit in the dining room. I tried to sit him at the table. He started yelling at me. He said that he wanted to go to the bar. Then he tried to order, the most expensive liquor that we have. It's mm-hmm. like a $400 shot. Mm-hmm. And now he just walked to the salad bar and started grabbing food. And then he called another employee and started yelling at him because nobody's taking care of him. Let me have a description of him. Is he black, white, Hispanic, and what is he wearing? He's black, short, skinny, like spiky hair, and he's got golden teeth all across his... Okay, all right, we will get someone out there. 通報後、店員が何度もカリンズに声をかけ、店を出るよう説得しようとしたが、カリンズは立ち去ることなく、隣の椅子に足を乗せたまま大量に酒を飲み、飲み残したお酒を床にこぼした。通報を受けた2名の警官が現場に向かった。アレックス警官のボディカメラ映像を見てみよう。こちらは通報したレストランの支配人である。彼は警官に対し、相手が武器を持っているため警備員も彼を強制的に追い出すことができなかったと説明した。その後、2人の警官がレストランに入り、カリンズを探して連れ出そうとした。この時、多くの客が入り口付近に集まっており、カリンズはまださっきの場所に座っていた。ここでカリンズの腰に刺した銃がはっきりと見えた。カリンズは警官を見るとすぐに両手を上げたが、その後逃走を試みた。Stop! Put down the gun! Go! 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 Put your hands on your head! Put your hands on your head! Put your hands on the fucking head! Stop! Stop! Five men run away! Five men run away!容疑者が入り口から出ようとした瞬間、警備員が飛びかかって彼を捕まえた。その騒ぎの中で容疑者は警備員に一発発砲し命中した。これを受けてアレックス警官は直ちに容疑者に14発発砲した。当時、店内の防犯カメラ映像を見てみよう。Bro, what's going on? Not really. All right. Bro!容疑者が警官に協力せず逃走を図ったため、一人の警官がテーザー銃を使用した。しかし、それでも容疑者は従う様子を見せなかった。ドアから出ようとした際、入り口付近に立っていた警備員が彼を取り押さえた。その瞬間、容疑者は警備員の腹部に発砲し、それを目撃した近くの警官が即座に彼に向けて発砲した。容疑者が抵抗できない状態になったと判断し、アレックス警官は安全を確保するためにまず容疑者の銃を取り上げ、同僚に預けた。ネガティブラディオ。About five, six shots.
Huh? Right now we got a security guard that's hit. パニックに陥ったアレックス警官は自分が容疑者に 5,6 発を発砲したと思っていたが、実際に14発を発砲した。その後警官はすぐに地面に座り込んだ負傷した警備員を救助した。約5分後に救急隊が現場に到着し、負傷した警備員を病院へ搬送した。アレックス警官もレストランを出たが、まだ落ち着かない様子だった。God damn it! Here, I'll take it. 発砲後、アレックス警官は大きく動揺し、上司と同僚に支えられながら静かな場所で座った。Keep breathing. Get some water, please. Just breathe, man. Relax. Sit down.I mean, you can, if you want, you can route to headquarters. You can call them and tell them what's obviously going on. So if you want to wait until what's homicide officer is coming, OPS is coming. So when you're en route, they can kill it. Okay. Because it's not police related no more. Okay. And just.警官が徐々に落ち着いた後、警察署へ戻った。その後、管理休暇を取り、調査を受けることになった。警官が銃撃事件に関与した場合、特別な許可がなくても管理休暇が与えられる。この休暇は警官を世間やメディアの圧力から守り、調査が公正に行われるためのものである。休暇中は給料が支払われ、カウンセリングも受けられる。調査で問題がなければ警官は仕事に戻ることができるが、問題がある場合は懲戒処分や刑事責任を問われる可能性がある。後に22歳の容疑者カリンズの死亡が確認されたことが分かった。負傷した警備員は迅速な治療を受け、命に別状はなかった。カリンズの家族はその後、複数のメディアにインタビューを受け、真相究明を求めると述べた。彼らはカリンズがテーザー銃の電気ショックに耐えられず警察から逃れようとしたが、店内の警備員に阻止され、最終的に命を落としたと主張されている。カリンズは精神障害を持っていたが、非常に優しい人だったという。彼らはカリンズのために地元の病院で治療の予約をしていたが、救急車の到着が遅れたためカリンズが外出する機会を得たと説明した。連邦法は精神障害の診断を受けた者や強制的に精神病院に入院した経験がある者だけに銃の購入や所有を禁止している。一方で憲法修正第2条は市民の武器所有権を保護している。この法律の背景により、精神障害を持つ人々を含む多くの市民が自分の銃所有権を主張している。このような複雑な背景が政策の実施を困難にしており、カリンズが合法的に銃を所持していた理由もこれにある。事件後、カリンズの家族と支持者たちはレストラン付近で抗議活動を行った。彼らは弁護士を雇い、市政府、警察署、レストランに対して訴訟を提起し、賠償を求めた。カリンズの家族は警察にボディカメラの映像を即時に公開することを要求し、息子は法律違反をしておらず、警察の発表に疑問を呈していると主張した。2年間の調査の結果、アトランタ警察は警官の発砲行為が合理的かつ合法的であると判断した。関与した警官は職務に復帰し、ボディカメラの映像も公開された。未編集の動画のリンクを概要欄に貼り付けるので、映像をご覧になった視聴者はぜひコメント欄で意見を共有してください。